それでは初心者に向けての、パート2、パドリング。パドリングですね、はい。パドリング、これこれも非常に重要になります。重要でございます、はい。あのパドリングのあの漕ぎの力がなかったら波に乗れませんもんね。で沖にも出てくることができる。なるほど、はい、それが一つ、はい、まず、大事なのはですね、皆さんクロールのように漕ごうとするんですけども、はい、クロールのように漕いでしまうと肩がすごい揺れてしまうんですよ、はい。こうは漕ぐんですけども、クロールだと思わないでいただきたいんですね。まあ、どうすれば具体的にいいかというと、手を遠くへ出そうとしないでいいです、はい。無理に遠くへ出そうとするからクロールのようになってしまうので、なるほど、板がぶれる、はい。手は入れれるところ、入れれるところ、そこでいいです。無理に遠くしないで、はい。なるほど。今ちょっと温子さん、板寝てる状態だと思っていただいて、はい、みんな一生懸命こう出そうとするんですね。これダメなんです、はい、入れれるところに入れて、そこから後ろまで漕ぐだけだと思ってください、はい。これですよね。そうです、本当に簡単にこれだけだと思ってください。犬かきみたいな。そうです、こう回って肩が揺れないようにしてですね。肩が揺れない、はい、この揺れがなくですね。そう、手で漕ぐというよりも肩でこれ全部を使ってぐーっと漕いでくるんですね。そうなんですか。そうなんです、イメージですよ、はい。実際海に入ってるのはこの、はい、ね、手先だけなんですけど、イメージこの肩で全部漕いでいく気持ちで、でこれを片手ずつ漕いでいくわけですね。あ、なるほど。でここで重要なのが胸を反るんです。あ、胸、はい、これ結構みんな、これ年配のね、40過ぎはね、やっぱりね、背筋が弱いから、はい、やっぱ背筋と腹筋を鍛えたら、はい、腰もね、はい、痛めんようになりますので、はい、これはぜひとも。私も1年前はもっとお腹出てましたもんね。これがね、このぐらい、こないなりほら、こうやったら、ちょっといい体でしょ、はい、これでもね、うってやったら、背筋ね。そうです、はい、重要です。反ることによって、まあ、こうなりますよね、はい。なので板とこの肩が離れるわけです、はい。だから肩の揺れをまず板が拾いにくいと。なるほど、はい、ここだけやから。そうです、へそで乗ってるイメージになるんですね。ああ、そうなんですか。そうなんです全く知りません。でついてしまうとやっぱ肩が近いんで、はい、その揺れを拾っちゃうと。なるほど、こう反るんですね、はい。こう取って、こうです、こうできますね、はい。なるほど、だいぶ反れるようになったでしょ、はい。かなり、上手してると思います、ね、はい。なるほど、わかりました、はい。以上ですか、はい。パドリングは、はい。で、もうあれですね、目線を前、前にも重要ですね。立つ時も目線は前ですね。遠いとこ見てる方、そうです、足元見ないでくださいね、見ない、はい。でも人生は足元見てください、はい。こんなことも言ってください、はい。そんな感じです、はい。人生の足元は見てください。